こんにちは、フルートリーフチャンネルです。今日はちょっと変わったアンスリウムをご紹介したいと思います。こちらのですね、アンスリウムのジャングルブッシュという品種なんですが、普通アンスリウムっていうとお花がいろいろ、いろんな色が咲いてというので花を楽しむ観葉植物になるんですけども、こちらはもう完全に葉っぱを楽しんでいただく観葉植物として使えるアンスリウムになります。葉がですね、このように、一部のシダに似てるような感じでバサッと下から出てくるんですけども、非常に大きな葉っぱでですね、見応えのある観葉植物になっています。で、普通の観葉植物は結構明るいところを置いていただくってことが多いんですが、これがかなり暗いところでも耐えれるので、扱いもすごくしやすいですし、一応花も咲くんで、あんまり綺麗な花ではないんですけども、ちょっと黒っぽいようなアンスリウムの花も咲きますので、ちょっとね、こちらすごくこれからおすすめの植物なので、ちょっと家に置ける場所があれば置いていただければ管理もしやすいんでおすすめかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。